どうなる？認定中古。はい、どうも皆さん、こんにちは。考察系 YouTuber、ムケオでございます。はい、本日につきましては、認定中古と並行相場の未来。はい、これちょっとね、考察していこうかなと思うんですけれども、まあ皆様とね、考察できていければいいかなと思います。これね、頭ちょっとこんがらがっちゃってね、今後どうなるのかっていうとこをね、ちょっと話していきたいんで、行ってみましょう。まずね、認定中古プログラム、これ何なのかってとこなんですけれども、まあ知ってる人は飛ばしていただいて結構なんですが、ロレックスがロレックスを引き取って、それを自社でしっかりと整備して、お墨付きで販売するということになってるんですけれども、もう、これはもう、ヨーロッパとかではね、始まっておりまして、ブヘラブティック、とかでね、売っているというところになってるんですけれども、日本では、これはね、4月くらいから開始なのか、ちょっとわかんないですけどね、ここはね、ちょっとまだいつ始まるかわからないですが、そうなってるっていう、そういうプログラムが始まっていくという中で、このカードの動画上げたんですけれども、ちょっとね、私、上げた時にちょっと違和感があったんですよね。もしこのカードの動画見られてない方はね、まあ見ていただきたいんですけれども、これ何なのかっていうのをちょっと話していきます。はい、このチャンネルはですね、平成元年生まれ、ムケオがロレックス正規店で GMT マスターの ACS モデルを購入する奇跡を話すチャンネルでございます。皆さん、チャンネル登録、いいね100、お願いします。はい、あの動画ね、視聴者様の情報で作成したんですが、要は、海外の認定中古品ですね。海外で売られている認定中古品が、日本の並行店さんに入荷したという情報で、まあこれでめちゃめちゃ最速で、お送りしたんですけれども、あ、ちなみにね、再生回数も多くてね、高評価等も本当ありがとうございました。コメント等もね、ありがとうございました。で、結構ちょっと再生されたんですけれども、この認定中古品を見てね、ちょっと思ったんですが、値段はね、決して安くはなかったですよね。要は認定中古の並行品、これの値段はそこまで安くなかったということです。まあ、もともと認定中古の価格っていうのは、まあ、並行相場よりも結構高め。うん、ロレックスがしっかりと整備しますので、結構高めに設定されているのは知っていたんですけれども、まあ、今回ね、認定中古品が並行店で売られた時、この時の価値っていうのは、まあ、結構高めだと。まあ、もともと海外でもっと高く売られてたみたいな話もあったんですけど、まあ、結局そんなにガンと値段が下がるわけじゃなくて、まあ、結構ね、印象的には、価値高めだなと。はい。価値高めだなというふうにちょっと思ったんですよね。で、これって結構ね、やばくねって思ったんですよ。何がね、ちょっとやばくないかと思ったかというと、これロレックスが、まあ、二次流通を安定させたくて認定中古始めたのに、認定中古が二次流通にこう出てきて、さらに高額とかになった場合ですよ。これちょっとね、今後そういう場合になった時に、ね、もし認定中古転売ヤーみたいなのが現れて、ね、これ認定中古を買って並行店で売り出した時に転売とかしだして、それがプレネとかついたら、これマジでカオスじゃないかなって。安定させるためにロレックスが始めたにもかかわらず、さらに高騰とか相場がめちゃめちゃ上がったり下がったり、もうカオス状態になるんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。皆さん、これでちょっと起こりうる未来ですね。もし何か想像できましたら教えてください。なんかちょっと本当にこれはロレックスが思った通りになってんのかっていう風にちょっと感じました。私の予想なんですけれども、今の、まあ、認定されてない普通の並行品っていうのが、なんか認定中古が高額で売られだしたら、なんかそっちに寄っていくんじゃないかなっていうところですよね。要は並行品がこう認定中古があって並行品がこうなんか寄っていくんじゃないかなって
値段が結構認定中古高いので、要は価格どんどん上がっていくんじゃないかなってね、なんかちょっと勝手に思ってるんですけれども、皆さんどうでしょうか。これ本当ロレックスがね、狙ってることなんでしょうかね。ちょっとなんかまた色々と混乱が生じそうな、なんかちょっと気が勝手にしてるんですけれども、まあ並行市場をコントロールしたいのか、今後はね、これちょっと注視するね、必要がありそうだなと思いましたね。でもしかしながら、これね、あの視聴者さんとも話したんですけれども、これ結構ね、私が今言ったように値段ガンガン上がってったら、まあ、今持ってる僕らのロレックスってあるじゃないですか。まあ要は正規品ですよね。正規店で買った新品みたいなのって、今後どんどん相対的に今持ってるロレックスの価値ってなんかめっちゃ上がってくんじゃねってちょっと思ったんですけど。まあ要は並行価格がガンガン上がっていく。うん。認定中古の価値が上がっていく。じゃあこの現行品の新品も相対的に価値上がってませんかこれ。うん。だから結構意外とこの認定中古品が二次流通に出てきた時に価値が結構ついて値段も高いっていうのは、うわ高いじゃないかってこう落胆するっていうよりも、今ロレックス持たれてる方だったらめちゃめちゃ自分のロレックスこれ価値高くなってくんじゃねっていうふうに思ってもいいんじゃないかなっていうところですよね。やっぱりそういうふうに値段が上がっていくなら、平行点でもしね、もし売りたくなった時に、もう売るしかないとなった時に売ったらやっぱ高額で買い取ってくれたりするっていうふうに考えると、うん、どんどんねこれ価値が上がっていくんじゃないかなって言って、これに関しては意外と今持ってる方とかはね、ハッピーロレックスじゃないのかなとちょっと思いました。皆さんはいかが考えますでしょうか。はい、ということで、今ね、認定中古が、まあ、二次流通とかに日本でも出てきた状態で、マジで今後どうなっていくかっていうのが、まあ、全然わかりませんよね。やっぱり並行相場がさらに上がるのか、もしくはもう並行品自体がもう価値がなくなっていくのか、でもそんなことは絶対ないと思うんですけれども、まあよくわかんない、すごい状態になってきたなっていうところですよね。認定中古、それの並行品が出てきたっていうことで、まあそれは、まあ普通に予想はされることだったんですけれども、それが高額で今後どうなっていくかというところです。皆さんもちょっとね、予想できる未来があったら教えてください。まあどうなりますかね。まあこれは本当ね、ちょっとね、追っていきたいですよね。認定中古が、プログラムが開始されて、まあ平行点に並び出す。その時の値段はどうなのかとか。うん。それに合わせて、現行品の値上がり、そして平行価格、並行品の値上がりとかね、どうなっていくのかっていうのはちょっとね、見ていきたいなと思います。はい。まあ、皆さんが思うところをね、スーパーロレックスの皆さんがね、コメントしていただければ、ありがたいですね。はい。こんな感じで、ちょっとね、今後どうなるかっていうのをね、考察してみました。はい。このチャンネルではですね、考察したり、新作腕時計の情報であったりね、腕時計情報、満載で、世界旅もしていきたいなと思いますのでね。はい。皆さん、チャンネル登録、そしていいね、よろしくお願いします。あと、メンバーシップもやってますので、ぜひよければよろしくお願いします。はい。そんな感じです。めけめけ。OK。では、次の動画で会いましょう。ではな。